治っても勝てるかどうか、せめてもう少し、もう少し耐えてくれ、頼む。うわあ、ダメだ、これ以上待てねえ。君は何者だ？いや、聞く必要もないか。そんなボロボロの体で僕に勝つ気？一体なぜこんなにすぐ？フリーザは宇宙の帝王と呼ばれるほどの力の持ち主です。どうかお気をつけて。やってくれましたね、皆さん。よく私の不老不死への夢を見事に打ち砕いてくれました。それにしてもあと一息のところでドラゴンボールが石ころになってしまうとは。ベジータさんには残念でしたが、私はもっとでしょうか。初めてですよ、この私をここまでコケにしたおバカさんたちは。許さん、絶対に許さんぞ、虫けらども。じわじわとなぶり殺しにしてくれる。なんだと？なんだ、まだいたのか。わらと目障りな。いいだろう、貴様らまとめて皆殺しだ。なんてことだ勝てるわけないぜ。たった4匹のアリが恐竜に勝てると思ったのか。勝てる、俺とこいつらの全員でかかればなんとか勝てるぞ。こいつらの戦闘力はどんどん上がっている。そして俺は貴様の恐れていたスーパーサイヤ人になりつつある。何を言い出すかと思う。今度は死ぬかもね。簡単に触る野郎だ。皆さんを守りながらフリーザと戦ってください。しかし、死にたがり屋がたくさん入ったものですね。変身しろ、フリーザ。どうせなら今すぐ変身して正体を見せたらどうだ。変身？宇宙人。そこまで死にたいか。いいだろう、私はあと3回変身を残しているんですがね。気にせて、私を本気で怒らせたご褒美です。バカ、いきなり最終形態になるなんて。歴史が大きく改変されている。あっちゃ、悟空さんの復活が間に合わないか。貴様らにいいものを見せて。まさかお前勝つ自信があるのか。まあな、大した自信だね、ベイジー。それとも恐怖のあまり頭がおかしくなったのかな。今のうちにそうやってニヤニヤ笑って。ここにいるのは貴様の最も恐れていたスーパーサイヤ人だ。相変わらず冗談が普通に。ちょっと本気でスピードを上げたらついてくれないようだね。それでもスーパーサイヤ人なのかな。バカな、所詮スーパータイヤ人ただのくだらない伝説だったの。俺は
俺は死ぬかもね。戦う気がまるでなくなっちゃったようだね。ちょっと早いけど、子供を刺しちゃうか。待たせた。ピッコロさん。また舐めきてる。ベジータはもう動けないよ。次は君で遊んでみようかな。お前だ。なかなかの強さだ。部下に欲しいくらいだよ。ピッコロさんが死んでしまったら地球のドラゴンボールも消えてしまいます。絶対に避けなければ。でも今度は死ぬかもね。君は僕には勝てない。ブラックモン、出力の半分も使っちゃうね。遅くなってすまなかった。あとはオラが何とかする。カカロット、アイツだ。フリーザが、サイヤ人の復讐、惑星で今度は死やがった。頼む、フリーザを、フリーザを倒してくれ。まだくたばってなかった。今度は死ぬかもね。しぶといやつだったよ。オラも少し分けてもらって、その誇りを。オラ、地球育ちのサイヤ人だ。お前たちに殺されたサイヤ人たちのためにも。今度は死ぬかもね。このナメック星人たちのためにも。お前をぶっ倒す。くだらないこと。お前、ちょっと頼まれてくれたか。今からしばらくフリーザを引きつけてほしいんだ。うまくいったかんねが、やるしかねえんだ。元気玉だ。悟空さんは元気玉を使うつもりです。なんとか時間を稼いでください。悟空さんを守りきれば、元気玉を受ければ、歴史は元に戻ります。このナメック星と近くにあるたくさんの星をほんの少しずつでいい、元気に分けてくれ。君も思ってたよりやんないけど、じゃあ僕を試すことはできない。何を企んでるか知らないけど、おとなしく故郷の星に帰らないと死ぬよ。少しはマシな動きができるようだな。鍛えがいがありそうだ。では解散ぞ。やめろフリーザー。悟空許さんぞ。欲も
は怒ったぞ。うぃぇー、うわここまでの歴史の流れは正しいものと言われました。フリーザを倒して戦い、それで全て終わりました。これを連れてさっさと地球へ帰れ。俺の理性はちょっとでも残っている。とっとと消えるんだ。はい、ありがとうお父さん。僕は待ってる。元気なお父さんの姿を待ってるよ。お前はもう謝っても許さないぞ。何者だ。君ご存知なんだろう。俺は地球から貴様を倒すためにやってきたサイヤ人。穏やかに心を持ち、激しい怒りによって目覚めた伝説の戦士、スーパーサイヤ人孫悟空だ。少しはマシな動きができるようだな。鍛えがいがありそうだ。見せてやるぞ、 100% の力を。あと5分もすればこの星は宇宙の地面となる。何5分もあれば十分だ。貴様を倒し、仲間と共に脱出する。時間稼ぎ。あのガキ今度は死ぬかもね。あの時間稼ぎだと、そんな必要はない。貴様は死ぬ。これからここで世界一の地球にそこなのだ。今すぐ黙らせてやるぞ。こうしっこいくたばりでもないね。いいだろう。今度はこっぱみじんにしてやる。あの地球人のように。地球人のように。地球人のことか、地球人のことか。今度は死ぬかもね。どうした、貴様の力はそんな程度じゃないだろう。なんだ。あれは。そうか、海王さんがドラゴンボールでみんなを。よし、お前のことはよく知らねえが、ずいぶん助けてもらったな。ただ最後の決着は俺につけさせてくれ。サンキュー。助けを断るなんて悟空さんらしいですね。でも大丈夫、悟空さんは勝ちましたよ。
巻物もちゃんと元通りです。それにしてもミラたちの邪魔が入らなくてよかったですよ。そう、あの二人は現れなかった。ええ、それがどうかしたんですか？邪魔をしたら消す、奴らはそう言っていたのよね。どうして今回は出てこなかったのかしら。さあ、単なる気まぐれじゃないですか。そうかもしれないわね。ともかく二人ともお疲れ様。はい、お疲れ様でした。とあの二人の仕業にしては歴史の改変が起こるのが早すぎた。ひょっとして他にも歴史を変えているものがいる。まさかね。